今日はヒロが寝てるのでちょっとこのボリュームでいきたいと思います。 ZZZ お一人じゃないかーいということで第1回、はい、一文字イントロクイズ選手権大会やってまいりました。第1回アカペラ一文字で歌うとこわかる初選手権サビの頭の文字、はい、頭の言葉だけを発して、うん、後の人はそれを何の曲か当てるっていうやつね、うん、はい。ヒロ寝とる気がしてたし、もう違う。ZZZ。もう来てない。え、一文字やろ。一文字よ。一文字でだっていろんな曲あるやん。わかりやすいやつをちょっと。やけそう。一回かけてこういうのですっていうの。わかりやすいやつ。ああ。いやいやわかりやすい。わかりやすい。もうオッケー。せ。どうだらか。あ、わかったわかった。世界中だけだな。いや、こういう問題だよ。そう、はい、点数は正解したらまず1ポイントね。答えてもらった側もなんと1ポイント入ります。3人答えてくれたらなんと3ポイントも入っちゃうと。なるほど、ありがとうございます。それで5人1回の一回しして、トータルポイントが一番少なかった人があれですよ。何がダメだよね。いや、もう絶対したくないけど、もうなんもないのネタ。じゃあ行きますね。いや、早くして言うなって。早くしてもうやけど、もう、はい、何の曲歌う。いや、それめっちゃ感じる。ボーはいはい。じゃあ一人一人こうかやすやすやす、はい、やす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 、わかるんやけどな。はい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 、はい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 、わかる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 、曲はわかるぞ。いやけど曲は、え、違うの。あ、残念でした。僕はそばにいるよみたいな曲じゃないっけ。せーの、ブーン。え、なになに、しかもそれ桜違いじゃねえか。正解は、せーの、桜読書。僕が川口京子さん、森山直太朗さんの僕らは、ね、サビじゃないチーム、そう、あ、そうやった、ちゃんとやったね。いや、ゆうだじゃ0ポイントやね。俺らが1ポイントないでしょ。1ポイント、あ、OK でしょ。前が0ポイント、一番取れるとこ取ってねえやけど。俺だけはもう大丈夫やろ。俺も大丈夫。
あれが全部全部正解そう、俺みんな正解してもらわないかそう、もう何もわかんないただ俺、これ正解どうかいや、いけるこうえぇ全然なんか動画の面白さ関係なく分かるんだけどこんにちはあ、くっちゃったありがとうございますマジで分からんよあ、分からん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 うまいやん分かんねえよブブーわかんない全然分からん何つった何つった雪の花こんな最初それでは正解は皆さんこんな雪すごいねレミオロメンでコラユキでしたイエイということでじゃあ点数はあとから6点7点7点5点4点ということは罰ゲームは2カメ一発芸モノマネ2カメあるから2カメ使ってマーク2カメ使ったねマーク2カメ使うんだよあ、ゆうでもうちょっと手前行って手前 OKOK あれ一発芸行きます OKOK いいよいいよハトムネトネコゼハトムネと猫ぜハトムネの勝ちいいよバイバイは寄せ俺お化けねえ聞いてトリックはトリートじゃないと君をバンプキン